寄生虫学は、寄生虫と宿主、及びそれらの関係について探求する、生物学の一分や、寄生中学の対象であるか否かは、生命体や環境ではなく、それらの生態で決まる。細胞生物学、生物情報学、分子生物学、免疫学、遺伝学、生態学などの分野の手法を用いた学際的、研究分野である。規制は、 地球上では最も一般的な生態であり、単純な単細胞生物から複雑な脊椎動物に至るまで主要な全分類で確認される。すべての自由生活性のためは自身に独特の寄生虫を持っている。そのため、寄生虫の種数は自由生活性の生物の種数を大きく上回る。多様な生命体を研究する際、対象を 単純化細分化した単位に分解し、他の研究と共通の手法を用いることが重要となることが多い。寄生中学の研究の大部分は複数のこのような単位の隙間に入り込む。一般的に幻覚生物の研究は寄生中学ではなく、細菌学の範疇に入る。人間に病原体を媒介する寄生中を研究する分野を寄生中学という。 次のような寄生虫が含まれる。他に、育成虫学は、薬剤開発、疫学の研究、動物原生感染症の研究などにも関連がある。農業や水産養殖業における経済的損失を引き起こし、伴侶動物に病原体を媒介する、寄生虫について研究する分野を獣育成性虫学と言う。次のような寄生虫が含まれる。寄生虫は、 宿主となる個体の生態についての情報を提供する働きを持っている。例えば、漁業生物学では、寄生虫の群落が同じ地域に生息する魚の個体群を特異的に識別するのに使われる。また、寄生虫は宿主に寄生するために、多様な特徴的修正と生活戦略を持っている。寄生虫生態学を理解することは、寄生虫による被害を いかにして防ぐかを知る手がかりにもなりうる。波外れた多様性を誇る寄生生物の分類は生物学者にとって大きな難問の一つとなっている。近年発達した DNA を用いた分類法は寄生虫学者の大きな助けとなった。寄生虫の多くはひどく退化しているので主導士の関係が判断しにくいからである。ありがとうございます。